棒斜めってんだよね。首が斜めなのか。首をこうこうしろっていうことですね。理解理解。よいしょ。それにしても赤棒がちょっとね舐めてるんですね。レイナスプリキュアです。マックスハート。プリキュア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 、二人はプリキュア。そうこだわっちゃう。なんかできない、難しいですね。あ、これ斜めってて正解のやつもしかして、よくわかんないんですけど。あ、いけたかも。もういけてないけど、いけたことにしようかな。ちょっとなんかめんどくさくなってきちゃった。うん、いけたことにします。オッケー、いけたいけた。ちょっとこの棒の斜めりがね非常に気になるんですけど、まあもういいです。30分経っちゃうんで、あとで存分にやりたいと思いますね。正解なのか、ちょっと斜めとかちょっとやめてほしい。ちょっと気になっちゃうから。あ、でもいけたいけた。はい、できました、イエーイ。はい、じゃあ2個目やります。好き好き一人で歌うのめっちゃ難しいよね、わかる。はい、ということでルミナスでした。ルミナス、キュアホワイトですか。デデーン、ホワイトもいます。ホワイト開けます。開けました。でーん、じゃん、生首だー。これまた生首が登場しました。ビビーン。肩の使い方やばい？嘘。あ、さいかちゃんじゃん。やっほー、元気？生首トゥー、生首トゥー。すごい髪の毛がメデューサみたいです。デディーン、すごいね。こうやって飛んでそうだね。こういう感じで。あ、隣にいるんだ。青森ナウ。焼肉めっちゃ美味しかった。美味しかったね。すごい六六首みたいなね。あ、これ頭に沿ってるのかな。きっかぐさ。生首な、生首、生首、生首じゃなくしてる今。髪の毛が、よし、OK。この人も顔斜めってんのかな。ちょっと斜めってこうですね。それでこれをドンしてドゥーンって感じですね。よし、これは頭に沿わせればいいのかな。ポンですね。なるほど。できた。ディーン。貝です。あ、立林さん。え、息子さんお誕生日なんですか。おめでとうございます。イエイ、おめでとう。イエイイエイイエイ、ハッピーバ。
ピーバースデー。じゃあもう一個、次なぎさたん、あ、目覚めた、おはよう、ゆゆさん、おはよう。私の推しね、おめでとう。何歳ですか息子さん今。デデン、そう、初代は2人で、その次にマックスハートになってルミナスが出てきたんですよ、ドゥーンって。3人になりました。まあ大丈夫だね。昔はホワイト推しだったんですけど、今は渚推しです。ハートありがとう、嬉しい。めでたい。あさって行く。本当に全然覚えてるよ。あ、14歳なんだ。一緒に来る、待ってます、ありがとう。じゃあお祝いしよう、その時。ハッピーバースデー。ちょっと今テンション高いんだ。まだ生首だ。一番生首らしい生首ですね、渚は。明日よろしく、よろしくマス、待ってるよ。よいしょ。チュケラ3日前に誕生日だった。言ってよー、言ってくださいよー。なんか汚れてんだけど、これ拭いた、拭き拭き。 OK、 グサ。そして結合、この衣装めっちゃ好きなんだ。なんかもうちょっと大きいフィギュア持ってた気がする、実家に多分ある。よいしょ、かわいいよねこの衣装。よいしょ。渚は仁王立ちなんですね。まゆ勉強頑張ってる、素晴らしい。よいしょ。渚は顔まっすぐなんだ。そして差し込んでドン。せつ、こんな感じですかね。できました、じゃーん、かわいい。乗るかな、3つ。じゃーん、こんな感じです。めっちゃかわいいやん、超かわいいね、最高、かわいいです。それの夏休みの物販はこう、あの物販の購入するところを通り過ぎたところにメンバーが立てたりする。そうそう、そこでちょこっとお話できる感じです。かわいい、大満足、めっちゃかわいいです、大事にします。テレプリキュアマックスハートですね、これは。マックスハート、プリキュア、プリキュア。そして次いきます、でん、プーさん、ルカスと話したい、待ってる。でででーん、プーさんでーす。これめっちゃ欲しかったの。なんで欲しかったかっていうとね、このプーさんのお腹の部分がめっちゃ可愛くて、これパパに撮ってもらいました。よいしょ、シール剥がれるかな。そう、キューポスケットのね、あのプリキュアのやつ、キューポスケットっていうやつなんですけど、キューポスケットのプリンセスシリーズがね、すごい可愛いから、ディズニーのプリンセスシリーズがすごい可愛いから、
ちょっと集めようか迷ってる。立橋さん、立橋さん、プーさん、はちみつ食べたいな。プーさんだよ。友達がよくねプーさんの真似してくれるんですよ。めっちゃ面白い。なんかプーさんの真似しすぎて私生活の喋り方もプーさんみたいになってるの。たまに面白いよ。クレーンゲームは忍耐と鍛錬と課金です。だいたい私の仲間とかすごくパパに撮ってもらった。イエーイ、立つのかな、そのまま立つんだ。ゆくえさんハートありがとう。そう、課金が一番大事ですね。やっぱクレーンゲームはお金積んでなんぼなんで。あ、ちゃんとイーターあった。コイン立たせてねってことか。韓国行ったんだ、うん、そう、やっぱ課金大事ですね。課金してなんぼですよ。意外とパーツ多かった。これはもう可愛いですよ、立林さん。名指し。よいしょ、こうしてこう。やだ可愛い。立つかな。水平に持つの難しそう。ちょっとよくわかんないんですけど、ほら、このお腹の、お腹がめっちゃ可愛いよね。お腹の具合がね、最高にプーさんで本当に可愛いです。これめっちゃ嬉しかった。ずっと欲しかったのこれ。でも箱のやつ苦手なんだよ私、基本やんないんですよ。パパが取ってくれました。ハッピー。あ、ハマった。お腹俺だとか。今日ね焼肉食べて私のお腹もこんな感じになりました。はめるの難しい。可愛いです。そして最後ね、私のお腹も今こんな感じ。じゃじゃん、でーん、この子ポムポムプリン、スイーツ系のポムポムプリンです。これめっちゃ欲しくて、そうちょっとねついにゲットできました。嬉しいです。これはパパが撮ってくれました。可愛いでしょ。そう、これずっと欲しかったんだけど、チャレンジしてもチャレンジしても撮れなくて、そうやっと撮れました。幸せ、可愛い、イエイ。ポンポンもねお腹ぽっこりだから、そう可愛いです。ということで今日の戦利品は1,2,3,4,5,6,7,7個かな、7個ゲットです。イエーイ、ハッピーです。今日は最高。あとでもう1個あるんですよ。ちょっと虚構女王様なんで、じゃらん、おぞー、デデーン、おぞー、かわいいね。お父様が、お父様からおぞーが届きました。そう、おぞー。ゲームセンターにあってパパがやりなよって言ってくれてゲットしました。イエーイ、おぞーです。あおー、かわいいです。強固なんで
買いたいと思います。コップの端で大事にします。パオン生で見たい。じゃあぜひ小悪でリクエストしてくださいリンクして、ウインク。そうパパ見てるよパパルカチアだから。その名前林。格闘部よかった。うん、でももしかしたら当日券とかあるかもしれないし、まだ申し込みあるかもしれないから、ぜひその時は待ってます。林にした、今林にした。かわいいね、このまるっとしたお腹たまらないです。執事怪しい。あら57分、ということで、とってもね今日は戦利品が多くて幸せです。飾りたいと思います。ということで明日はですね、ラスラインの夏休み、あのサマーステーションライブアリーナの方にて、開催されるラスラインの夏休みに出演させていただきます。皆さんぜひ入場無料なので、明日はラブコッチと、マシュリンとルカーかなって言うんですかね、ぜひ3組の好きだよって方も、そうでない方もぜひ遊びに来てもらえたらなと思います。よろしくお願いします。それでは最後にじゃんけんいきたいと思います。せーの、アイザーじゃんけん、じゃんけんポン、グーでした、どどん。はい、ということで勝った皆さんは明日の世話超ウルトスーパーミラクルクルクル大吉です。イエイ。そして負けちゃった皆さんは明日の運勢は超ウルトラスーパーミラクルクルクル中吉です。そして相変わったグーの皆さんは明日の運勢自分次第です。明日も頑張っていきましょう。はい、それではじゃあ多分あと2分ぐらいあるから、ゆっくりバイバイしたいと思います。じゃあバイバーイ、またねー、おやすみ。急に眠くなってきちゃった。おやすみ。はあ、明日の夜ショールームできないかも、ごめんちょ。ちょっと2分バイバイする、バイバイまたねー。封を飾る、いいですね、かわいい。プーさん見せて、いいよ。バイバイキーン。明日、明後日当たるように祈ってて。祈り。またにー。みんなもね、早起きするんだよー。滑り込みできました。おろしくん、ありがとう。もう寝ちゃいます。おやすみ。バイバーイ。